埼玉県三郷市のキャラクターつぶちゃんかいちゃんです。今日は、三郷市の紹介ではなくてですね、一応このチャンネル流山関連の、動画も出してるので、このすぐ近くの新三郷駅まで今日は来ました。結論、今回の動画のタイトルは南流山周辺のラーメン屋紹介でもやっていこうかなと、あまりに暇すぎたので、そういった題材でやっていきたいと思います。正直ツイッターで140文字でもあれば、まあ、3つ紹介できるんですが、まあただ紹介するための動画をだいたい10分ぐらいでわざわざ作って公開するということになります。暇すぎる人はぜひ見ていってください。ちなみに紹介するお店も全部好きなので、普通におすすめできます。ここはララポートですね。まあ流山の人はここに行くことがあるのかどうかはちょっとわからないですけど、柏の葉もありますし、さらにもっとこう電車進んでいくと越谷がありますからね、レイクタウンが、なのでここ、まあでもスポッチャがあるっていうのが一つ大きな、まあポイントですよね。遊べますからね。で今向かっているのがラーメン桜道というお店で、まあこのララポート沿いのこの道をまっすぐ進んでいくだけで到着できます。新三郷駅から、徒歩、まあ、10分はかかんないですね、信号がうまくいけばもう5、6分で着くようなお店です。ここも家系ラーメン屋でして、特徴としてはですね、まずその味よりも営業時間に特徴があって、朝7時からやってるんですね。着きました桜道、いわゆる朝ラーができる店ということで、今ねこれ現在、9時ぐらいです。でガラガラでしたね、空いててお店も綺麗だったんですけど、なので今日は朝昼晩とラーメンを食べて、一発目がこの桜道ということになります。できてまだそんなに経ってないんじゃないですかね。店内も新しい感じがして、トイレも綺麗でした。金額も朝ラーメンは500円でしたね。こんな立派な家系ラーメンが今ね、値上げ値上げのこの世の中で500円で食べれるっていう。味はいわゆる家系ラーメンって豚骨醤油って言ったりしますけど、どちらかというと醤油が強めの醤油豚骨、醤油がベースにあるような醤油豚骨の味です。美味しかったですね。サクサクいきます。帰りララポートにちょっと寄ってみようかな、お茶して、少し休憩しようかなと思って立ち寄ったんじゃないですかね。ララポートの紹介はしません。はい、腹を空かせるために新三郷から次の目的地の三郷駅まで、歩くことにしました。まあ20分ぐらいで着きますね、歩いて。で着きました。こちらが JR 三郷駅。三郷駅から歩いてこれも5分から6分ぐらいですかね。家系ラーメン、同じく家系ラーメンですが味が全然違います。こっちがいわゆるまあ王道っていうんですかね、まあ吉村屋っぽい、豚骨醤油の味。のどかな公園が近くにあります。お店の名前は、三郷屋ですね。その名の通り三郷の冠をかぶっている横浜家系ラーメン三郷屋です。この流山周辺にある家系ラーメンの中では一番好きですかね。もちろん柏にある王道屋っていうのもすごい有名で人気ですけど、多分めちゃくちゃ人気ですよね。
大戸屋は野田の方にもありますし、梅里とか、まあうまいんですけど、僕はこの三里屋がなんか、ぐっと来ないぐらいのちょうどいい塩梅なので、豚骨醤油の味がですね、食べやすくて美味しいです。着きました、ラーメン三里屋です。ここもね、営業時間に何ていうかな、特徴があって、味はもうもちろん美味しいんですけど、休みやってる休みの日ですね、金曜日と土曜日お休みなんですよ。なんかものすごいホワイト企業ですよね。金曜日と土曜日休みってすごいですよね。そういった連休を取れるぐらいの多分余裕があるんだろうなって感じがします。もう美味しそうな、なんていうか、こう光があっていいですね。輝くスープ。さっきの桜道とはやっぱり違いますよね。同じ AK ラーメンでも。で、ここはライス無料で、このライスもちょうどいい感じで合うんですよね、スープが。なので僕、この流山周辺にある家系ラーメンの中では、いろいろこう、いつも全部好きですけど、この三里屋が好きですね。うん。なので平日、金土やってないってことは、日曜はやってるんですけど、だからこう、行くタイミングがちょっと難しいですよね。時刻はお昼過ぎですね、2時ぐらいだと思うんですけども、今どこに向かっているかというと、南流山の方向に向かっています。つまりどん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 流山方面に戻っている、千葉県に戻っているという状態で、これがまさに埼玉と千葉を結ぶ流山橋。ここはいつも道路ね、混んでるっていうね、話題の流山橋ですけども、そこを歩いてます。なので江戸川の上にいるという状態ですね。ここを渡ると、まあ、ようこそ千葉県みたいな看板が出てきて、南流山の駅の近くでもないですけど、まあ、いわゆる流山の地域に入ると。まっすぐ行くと、喜多方ラーメンの番内だったりとか、あとは角富士がありますよね。いつぞやの動画で紹介した。ので、まあ、また黙りますが、この流山橋からの風景をぜひご覧ください。いや、風がすごかったですね。橋を渡りました。そろそろようこそ千葉県へみたいな看板が見えてくると思います。道路の上にね、掲げてありますが、いつもここ混むんですよね。橋のこの、もう橋に入る前から混んじゃってるので、一車線しかないですもんね、この段階で。ありましたね。こんな感じです。ようこそ千葉県ということで、千葉県流山市に戻ってきました。で、こっからまたラーメンってちょっとしんどいので休みたいと思いますが、ここですね、角富士ありますね。いつぞや動画で紹介しましたね。夜行きました。ここはまあいわゆる二郎系に近いラーメンですね。これも美味しいんですよね。ただめちゃくちゃ腹減ってる時に行きたいから、だから行くときは選びますよね。でもそういうふうにこうちゃんと意識してとか考えていくっていうこと自体が、ちょっとその食事の本質的なものに欠けてるような気もしていて、なかなかこう難しい。なんかこう何も考えずに行ってラーメンを食べたいっていう状態になればいいんですけどね。はい、余談挟みましたが、着きました、南流山駅。有名な最近できた図書館です。南流山地域図書館。
で、もちろん中の撮影できないので、まあ、ここの中のね、コインとかちょっと見て、喫茶店がね、この図書館にもあるので、で、そこの喫茶店がなかなかハイクオリティで、コストパフォーマンス高くて、っていうかもう安くてうまいっていう感じなんですよ、はっきり言っちゃって。なので、この近くに住んでる人、いい施設できたなっていうふうに思ってますね。まあ、本の種類とか、まあ、多さっていうのは、まあ、今後またどんどん増えていくんでしょうけど、それよりもここを喫茶店として使ってる人の方が多いんじゃないかっていうぐらい、ここの、これは4階と3階ですけど、このね、1階の、カフェですね。読み遊びカフェ。これ、チャイを飲みましたけども、300円ぐらいで飲めるってすごいですよね。はい、ということで夜になりました。ずっとね、喫茶店に行って、これどこかっていうと南流山から北側の方に向かっていく方ですね。もう駅で言うと、ヒレガサキの駅に近いです。流鉄のですね。ここはお店の名前ですね。日月堂というところです。ここが、まあ、個人的には一押しですかね。うん、ここは定期的に行きたくなるな。埼玉にはね、たくさんあるチェーン店なんですけども、この流山周辺には、まあ、三里にも一応あるんですが、一番ここが近い南流山店っていうのがあるので、ここは美味しいですよ。おすすめです。いろいろ味噌ラーメンが楽しめるんですが、今日は赤ネギ味噌ラーメンを頼みました。バターがですね、大きいんですよ。バタートッピングいつもするんですが、それが、なんていうかこう、味噌ラーメン食べたい時って多分、全人類があると思うんですけど、そのバターを乗せたいじゃないですか、味噌ラーメンに。特に寒い冬の時とかですね。で、そのバターが大きくてまろやかでいいんですよね。こうなかなか溶けていかないバターを眺めながらラーメンをすするっていう感じがする。これです、これ。でかいですよね。で、あとはまあ具が多いじゃないですか。こうネギとか、それこそこれ赤ネギですけども、具をすくえるスプーンっていうのがあるんですよ。あ、これです。この金属の穴開いてて、スープは出るようになってるんですよ。だからコーンとか具は残って、具だけ食べれるようなスプーンですよね。レンゲというか。それもあるのがいいです。なので、これ結構お腹いっぱいになって、なんだかんだここでラーメン食うのがコスパがいいかなっていうふうに思いますね。いろいろ行きましたけど、僕的に家系ラーメン2軒行っといてあれですけど、三里屋もすごいうまいし、桜道もうまいんですけど、この日月堂がなんかこうふと行きたくなるなっていうラーメン屋です。じゃあ皆さんも食べてみてください。これ担々麺です。で、これが味噌、特製味噌ラーメンですね。はい、ではお疲れ様でした。